こんにちは、リトマンです。本日は12月に買った植物、見てほしい植物の回です。いやー、12月は植物ほとんど買わないから、部屋の様子を見て回る気になると思います。とか言ってたの誰ですかね。誰か知ってたらちょっと教えてください。という小芝居はいいとして、12月も結局結構植物買っちゃいました。いや、言ってた通り、イベントには一回も行ってないんですけど、12月は自分の誕生日、バースデーだったんですよね。なのでもうとびっきりのいい言い訳ができたので、この通り植物はいろいろとお迎えしてしまいました。まあでも比較的ちっちゃめの植物が12月は多かったかなと思います。じゃあ早速ちょっと見ていってもらいたいと思います。では本日もよろしくお願いします。はい、では早速紹介していきたいと思いますが、今回はちょっとちっちゃめの株が多いので、いつもとは違う画角からすいません、よりの画角でお見せしたいと思います。まずはやっぱりこれですね。これがオトンナのかかりオイデスの未消株を購入しました。で、このオトンナのかかりオイデスなんですけど、これとあとはこれ、これも同じ方から譲ってもらった未消株、さっきのに比べると、まあ、ちょっとちっちゃいかなっていう感じの株と、さらにさらにこれも未消株で、これがちょっとさっきのとは違って、まあ未消は未消なんですけど、ちょっと抜き上げて管理してたのかなという感じの株ですね。なので未発根、届いた時は根がなかったので未発根の株になります。今発根管理してる感じですね。という感じでオトンナのかかりオイデスだけで12月は 1,2,3 株も購入してしまいました。まあ、なんでこんなに同じ株ばっかり購入してるかっていうと、このオトンナのかかりオイデスなんですけど、今めちゃくちゃ値段が下がっていて、もう今ね買い時です。持ってなくて欲しかった方はぜひ今買ってください。だいたいヤフオクとか見てても、まあ、未消株だったら 5,000 円いかないぐらい、まあ、ちょっとでかい株だったらやっぱり1万とか超えちゃうんですけど、未消株だったら十分5000円出せば買えるぐらいの値段になっています。で、この株も今花がすごい咲いてますが、ちょっとかかりオイデスは未消を自分でしたいんですよね。今ここには持ってきてないんですけど、まあ、自分で去年種をまいた株も今年花が咲いていて、まあ、いくつかかかりオイデス揃えて未消をしたいなと思って12月は3株を購入しました。いや、かかりオイデスめちゃくちゃ可愛いですよね。これ開根が写ってるかちょっと微妙ですが、このまん丸とした開根にこのちっちゃな葉っぱがめっちゃ可愛い品種です。あとは結構かかりオイデスって派生が全然異なる株が多くて、これだけ明らかに葉っぱの姿がさっきのとは全然違いますよね。なのでかかりオイデスいろんなタイプを購入してちょっと種を取りたいなと思って3株購入させてもらいました。いやー、かわいいです。まあ今頑張って受粉作業をしているので、まあ、なんとか種が取れればいいなとは思っていますが、どうでしょうか。ちょっとまた未消株もそのうち作っていきたいなと思っています。まずはオトンナのかかりオイデスが3株、そしてかかりオイデスと同じ方から譲ってもらったのが、これがオトンナのヘレイですね。で、これヘレイなんですけど、なんかもうめちゃくちゃ丸っこいヘレイで、こんなヘレイどうやったら作れるんだろうという感じです。これが2021年の12月に種まいたみたいですが、まあ、この譲ってもらった方めちゃくちゃ実生うまくて、いや素晴らしいヘレイだと思います。これもうちにもヘレイたくさんあるんですが、こんだけ丸っこいヘレイは一株もないですね。なのでちょっとこれも大事に育てさせてもらおうと思っています。で、今紹介したこのオトンナの4株がまず買った植物で、残りの 1,2,3,4,5,6 株は全て年末に公開したホームセンターで買ってきた株ですね。まずはこれがアガベの吹き上げの姫吹き上げですね。倍小型のものです。
大きくならないタイプです。うちにはこの吹き上げこの通り一株あるんですけど、もうめちゃくちゃでっかくなっちゃって、これいつ買ったんだろう、もういつ買ったかもわかんない、 3,4 年前ぐらいですかね。もう冬だろうが台風だろうがもうずっとこの場所に置いたまま、でめっちゃ大きくなっちゃって、もうトゲがもうめっちゃ危ないんですよね。でうちはもう犬ペットもいるので、まあ、ペットも庭で遊んだりするので刺さって危なかったりするので、まあ、すっごいこの品種自体は好きなんですけど、まあ、ちょっとでかすぎるよなと思って、なので今回はこのヒメフキアゲ、あまり大きくならないタイプを購入してきました。ヒメフキアゲでも今意外とでっかくなったりすることもあるので、まあ、ちょっと気をつけて様子見ながら育てたいなと思っています。これが1個目のアガベのヒメフキアゲでした。そして2つ目がこれが、これはもうちょっと動画でも登場してましたが、オベサボンテンが1、2とオベサボンテンを2株購入しました。オベサボンテンも可愛いですよね。これはちょっと実験というか LED ライトとかで育てたらこの丸いままある程度維持できるのかっていうのを試したくて購入したので、ちょっと今 LED ライトの下で育ててみています。これがオベサボンテンで、あとはこれか、これがユーフォルビアのプラティクラダっていう品種で、あんまり人気がない品種ですね。ゾンビプランツって呼ばれたりします。まあこの多分外見がゾンビっぽいからですかね。でこれうちにいっぱいあったんですけど、去年の寒さで全滅させちゃったんで、まあ、個人的には結構好きなユーフォルビアです。なのでまた増やしたいなと思って一株購入してきました、まあ、めっちゃ安いんですよね。これもワンコインぐらい、500円ぐらいで購入できました。これゾンビプランツ結構面白いユーフォルビアだなと思っていて、成長も早いし、まあ、未生も種も結構簡単に、まあ、勝手に種ができて勝手に弾けて勝手に野良で生えてたりするんで、まあ、なんで面白い品種だと思います。まあさっきも言った通り人気は全然ないんですが、ぜひよかったら皆さんも育ててみてください。これがユーフォルビアのプラティクラダ、ゾンビプランツです。あとはこれか、これがちょっと入るかな、これがオトンナのシクロフィラーですね。これも結構立派な株で、わかる、これ分岐してきてるんですよね。これうちにも1個あるんですけど、まあ、分岐してなくてまっすぐひょろっと伸びた株だったんで、まあ、ちょっと分岐してきてる株面白いなと思って購入してみました。これが確か3000円いかないぐらいだったかな、3000円ぐらいか。なのでシクロフィラもめちゃくちゃ安くなりましたよね。昔エキゾチカっていう海外から輸入したことがあるんですけど、まあ、これよりもう少し小さなサイズで確か3000円ぐらいだったんで、この数年でめちゃくちゃ安くなった品種の一つだと思います。これはちょっと未生をしたくてですね、もう一株これも買ってきました。このモケモケの感じがすごい可愛いですよね。未生したらどんな感じになるんだろうと思います。いつからこんな風にモケモケになるんでしょうか。ただ花がね、まあ咲かない、うちの環境では花が全然咲かないので、まあ、ちょっと寒さに当てつつ管理をした方がいいのかなとか思ってますが、花を咲かせて種を取りたい品種の一つがシクロフィラ、親株候補として購入してきました。そして最後がこちらです。これがアガベの下の田、ブラック&ブルーですね。ブラック&ブルー実は持ってなくて、まあ、欲しいなとは思っていたんですけど、まあ、結構ねこれ巨種とかいい感じでなんかいい成長してくれそうだなと思って購入してきました。多分値段的にはこの大きさの割にはそんな安くなかったと思うんですけど、まあ、こういうので結構出会いかなと思ったので購入しました。まあ、安くないと言っても全然5000円とかはいかないレベルです。うん、いいですよね。これも今うちの他のアガベ管理してる屋内のコーナーで管理してますが、なんかね結構ねうちに来てからまだ1週間全然経ってないんですけど、まあ、早くも少し動いてきてくれたかなという感じがするので、まあ、かなり楽しみです。これがアガベのブラック&ブルーでした。はい、という感じで12月は 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10株購入してしまいました。まあ、そのうち3株は同じ品種だったりとか、
あとは2株は同じ品種だったりするんで、まあ、結構こういうなんか同じような品種を何個も買っちゃうという買い方しちゃうので、まあ、どんどん株数が増えていっちゃうっていうのはあります。まあうまく買えればいいんですが、やっぱりどうしても種取りたいとか、なんか別の環境で育ててみていろいろ試してみたいっていう方が勝っちゃうので、まあなかなか一品種一株っていうのができなくて、まあ、その一株一品種にするだけでもだいぶ株数は減らせるのかなと思いますが、なかなかそれができないですね。はい、12月に買った植物はこんな感じでした。はい、ということで本日は12月に買った植物、見てほしい植物でした。いや、今見てもらった通り、まずはこのカカリオイです。今もうめちゃくちゃ花がすごくて、他にも花が咲いてる株いくつかあるので受粉作業真っ只中なんですが、ちょっとカカリオイデスは今後どんどん増やしていきたいですね。なので今回はちょっと奮発して3株購入してしまいました。まあ、でも数年前は本当めちゃくちゃ高かった株で、未生株ヤフオクとかにたまに出てるんですけど、たまに出てても多分1人ぐらいの栽培者の方しか出してなかったんですよね。なので毎回これぐらいの大きさでも数万円、3万とか言ってたような気がしますが、これだと本当に今3000円、4000円ぐらい出せば、5000円出せば十分買えるので本当にいい時代になったと思います。まあちょっと今まだ未発根で、これとかは発根してない株なんですけど、まあ、様子を見ながら今年は種が取れればいいなと思っています。まあ、あとは着実にアガベも増えていってますね。いや、あんまり大きな株は手を出さないとは思ってるんですけど、まあ、そのうちめちゃくちゃでっかいアガベ買ってしまいそうで怖いです。まあ今年も植物は買わない買わないと言いながら、何かしらの植物はお迎えしてしまうのかなと思うので、引き続き私の買わない茶番にお付き合いいただければと思います。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録もよろしくお願いします。リトマンでした。いや、買うんだったらもう買いますって言えばいいんですけどね、なぜか買わないって言っちゃいます。弱い意志です。